J-WAVE ワンミュージックを聴きの皆さん、こんばんは、木村カエラです。この番組は毎月一人のクリエイターがマンスリープレゼンターとしてナビゲート、毎週すごいと思う音楽を紹介して、そのすごい音楽を作った本人と深夜に音楽座談会をお届けしています。1月のマンスリープレゼンターは木村カエラが担当します。超楽しみです。よろしくお願いします。今日は、クランボンの水戸さんをお迎えして深夜に音楽対談をお届けしたいと思います。水戸さんは2005年、サークルという2枚目のアルバムが出たところから今に至るまでずっと一緒に音楽を作っています。もう彼に音楽を頼むということは、もう私にとってもう本当に絶対曲ができるっていう、本当信頼のもとずっとね曲を頼んだりしているっていう感じですね。本当水戸さん自身もとても素敵な人なので、今日はいつもは話すことのない音楽の対談を話せるのをすごく楽しみにしています。J-WAVE WOW MUSIC、 今日はクラムボンの水戸さんをお迎えしました。よろしくお願いします。どうもです、クラムボン水戸ですなんかこうやって恥ずかしい感ないですねなんかちょっと今になって恥ずかしくなってきましたけど、なんかスタジオ以外でレコーディング以外でこうやって仕事をご一緒するのって初めて、まあ、初めて水戸さんに作品をお願いしたのは2005年のサークル、うんうん、はい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 、はい、そうですね、2005年です。そうですよ。きっかけは本当に水戸さんって面白い人がいると面白いから入って、面白い人がいると、はいはいはい、面白いところから入って、はい、なんかまあクランボンが、うん、あ、うん、はいみたいな、それでまあお願いをしてサークルという曲を作っていただいたんですよね、はい、覚えてますか、その時の。覚えてますよ。でもうその頃は、うん、リルラリルハも出てたし、はい、カエラちゃんのイメージとして、うん、なんかそのバンド感あってみたいなイメージだったのが、うん、なんか最初に振られたのが、うん、いやなんか打ち込みでテクノでってあ、はいみたいなもうだからそのためにと思って、だからギターもどうしようかななんとかって考えてた時にバーンで振られたのがあれだったから、だから実はサークルも打ち込みだけどギター入れないとダメだなと思ったとか、なんかすごいあの時めちゃくちゃそのバランスどうしたらいいんだろうみたいなのめっちゃ考えた記憶があります。いやー、そうでも本当もう無茶ぶりばっかり水戸さんにはしてきていて、でもなんかいつもなんかこうお願いをして、うんうんうん、作ってもらうと必ずアルバムのタイトル曲になるんですよね、うんうん、頻度高かったっすね。もう絶対的な、自分のその絶対的なこのなんかイメージがもう頭の中にあるものっていうのは水戸さんに作ってもらうっていう自分のなんかで、ね、あったんですよ。僕も逆にこんだけいろいろ誘われてるのに、うん、なんでそういうそのこうなんだろうな、そういうアルバムフロント系のトラックを任しそうと思った、うん、そのなんか具体的な何かとかあるのかなと思って、なんか本当感覚的なものなんですけど、頭の中でなんとなくイメージしてるものがあるじゃないですか、はいはい、自分の理想とか、はいはい、この曲はこういう曲で、うん、こうなったらいいな、あなったらいいな、でループなんだよな、ずっとぐるぐる回ってるからみたいなイメージがある。でここまでだったらかっこいいみたいな、うんうん、あるじゃないですか、なんか基準ね、基準が、そこの基準を確実に超えてきてくれるっていうのがあって、自分の頭以上の、うん、ものを作ってくれる、そうっていうものがあるんですよ。だから信頼ですね、絶対的な、うん、安心と信頼のそう、でもなんかいつも毎回そうで、私自身が表現したいところの以上のものを表現してくれるから、さらに自分もそこに乗っかれるっていう か、うん、だから一緒にやると成長できてっていうイメージがすごくありますね。僕はね、もう本当にだからオファーをいただくときに、だいたいその自分がその時のなんかトレンドだったりとかを、うん、はいはい、木村カエラっていうところにこう器にこう、うん、なんていうんだろう、綺麗に収まる感じでちょっとプってプレゼンしてみるみたいなのが
いつものやり方だったりとかしてて、うんうん、ただいつも思うのはなんかすごい大丈夫なのかなってこんな無茶ぶりとかしてまあ無茶ぶられてるんですけど、ぶっちゃけた話無茶ぶられ私からですよね、大概無茶ぶられてるけれども、最初にサークルやった時とかってまだそこまでそのプロデュース業をそんな頻繁にやってるなかったから、うんうん、こんな自由な場所もあるんだなっていうのは、そう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 、本当にってますけどね、そうね、すごいかなり自由にずっとねやらせてもらってました、はい、そう今までそのサークルだけではなくサンシャワーという曲とか、そう愛、ノーイメージ、あー、フォーカスフォーカス、ネバーランド、ネバーランドね、ネバーランドもいい曲ですよね、あの曲もね、だってねサークルでやりすぎたと僕は思ってやばいやりすぎだと思って、なんかバンドのメンバー全員集めて、普段のライブメンバーをね詰めて演奏したりとかして、すごい不思議だったんだけど、なんかそういうなんかいつもこう頭の、うん、なんだろうな、脳みそをこうぐちゃぐちゃぐちゃってされてるようななんかうわーなんかフル回転でいつも回ってんなみたいなのがそう、あの私のカエラプロデューサー案件確かに。続いては楽曲制作について伺いたいと思います。はい、水戸さんね、たくさん曲作ってらっしゃいますもんね、本当に、うん、もうありがたいことにね、もうだってさっきあのクラムボンとしてこう楽曲どれぐらいあるんだろうと思って、うん、あのこのお話する前にあのわーっと見てたんですけど、めちゃくちゃありますよね。クランボ自体でもそうだし、もう20周年も迎えてるし、そうですね、もう個人で入れるとまあ1000曲は確実に超えてる。やばい、うん、まあもちろんね歌物だったりとか、うん、サウンドトラックだったりとかそういう仕事もやったりとか最近するから、うんうんね、そうそうそう、だからそういう数もあるけど自分でもびっくりしますもん、ね、うん、もうこうクランボンにあの限らず、本当今は他のアーティストの、ね、ものもいっぱいいっぱいプロデュースしてるじゃないですか。まずこう水戸さんが作る時、作詞もされてる曲もあると思うんですけど、はい、書いてます。作詞は後ですか？うん、基本はあのポッと両方出てくる時ももちろんあるんだけども、はい、それは本当に断片で、うん、なんかそこがキーになるとかまではなかなか相当なことがない限りないかも、うん、お家の中にスタジオがあるんですか？あのそう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 、うん、うちにもう作業部屋があって、うんうん、すぐいつでもボーカルが取れるようにマイクはセッティングしてあって、うんうん、まあただの難度なんだけどね、難度改造して、うんうん、そう鍵盤ももうとりあえずマック立ち上げたらすぐ鍵盤が鳴るようになってってことなんだけど、はい、基本でも曲作るってなると、うん、実はものすごい原始的で僕の場合、はい、お風呂場がすっごい僕多くって、あのいい、そういう話めっちゃ聞きたい。歌詞はもう確実に、うん、僕あのだから長風呂でお風呂を張って、うん、であのお風呂の台ところ上に台張って、はいはいはい、iPad を置いて携帯を置いて飲み物を置いて手ぬぐいを置いて、だいたいそれで2時間ぐらいでだいたいほとんどあげるっていう。お風呂の時って、うん、眠くならないのね、やっぱ あったかいからちょっと興奮しますもんね。そうだから眠くならないし集中コンセントレートできるから、だいたいそこでもうベーシックできたらあとはもうすぐできる。本当リアルに、すごい面白い。でダメだったら次の日またお湯張って、うん、その iPad を行ってばっかかな。でそれの流れみたいなもんで、うん、やっぱお風呂場でメロディーとか、うんうん、まずやっぱりそのサビ線だったりつって、うんうん、サビがいいのができたら結構進みやすいから、うん、それも携帯のボイスメモをいつも風呂場のドアの隣に確実に置いといて、うん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 、わって出た時にもう携帯もうビシャビシャですよでも思いついた瞬間にボイスメモに取らないと、うん、結構覚えてられるだろうと思ってると覚えてないですよね。そう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 、やっぱり自分はやっぱりポップミュージックを作ってるつもりだから、なんかメロがしっかりしてないと、うん、なんか先に進めないんですよね、うん、そうそう。もう基本キーボードでこうオケというか今作ってトラックはね、うん、トラックはそうかな、だいたい昔から僕が使ってるプロツールして、うん、まあ、みんなが使うレコーディングシステムにもう音が鳴るやつ全部バーって入れて、うん、もう文字でパパパパパパって、もうとにかく、もうキーボードでもうじゃあギターとか、うんうん、もう最近ドラムとかも全部、うん、ギターもドラムも何も生っぽいやつは全部鍵盤で打ち込んで、すごい、まあ、それでも技術の発達もありますけどね、うんうん、もうね結構何でもねできるようになって、
で私は全然使いこなせないですけど。いや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 、ギター弾けるじゃない。ギターちょっとしか弾けない。本当にもうオラついて弾いてるじゃないですか。怖いですね。もう本当印象操作って。ちなみにその作曲を行う上で、はい、こう一番大事にされてることって、うん、あ、まあ、もうさっきも言ってたメロディーもそうだし、うん、例えばじゃ あのインストだったりとか、うん、その劇伴だったりで作っても口ずさめるラインとか、うん、なんかその言いたくなるリズムだったり、うん、やっぱ口から漏れ出すところが全大前提みたいなのはいつもと変わんないかな。あ、でやっぱり頭で考えてこう練って練って作るというよりは、うん、そのメロディーに関してはもう自然にこう出てくるもの、うん、なんか僕がすごい好きな作家でジョン・ウィリアムスってあの、うん、スピルバーグの音楽とか、うんうん、インディ・ジョーンズとかジョーンズとか、はい、あの人がとある雑誌であの本で言ってたのが、うん、そのやっぱり口ずさめないものっていうのはスコアにできないって言ってて、なんかでもすごいこと言うなと思って、あんだけこうオーケストラルな世界観、うん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 、スコアで書いてる人もやっぱり歌うことっていうのにすごく意識してるって、うんうん、なんかすごいロマンチックでいいなと思って。あ、いいですね。そうそう、あ、でも鼻歌与えるって大事ですよね。大事だよね、うん、だってジョーズなんて、うん、ルン、あ、もうこっち見た。もう一瞬、その一瞬で分かる、ね、キーが違かろうが何しようが、うん、ドゥルンでもう、うん、もうだからそういう曲をだから死ぬ前までに曲作りたいってすごくいつも思いながら応援してます。いやいや、ねえ、レンツでいいとやんなみたいな、みたいな